ぱさ、うん、食べ物とかってさ、うんうん、なんか我慢するの良くないと思うんだよね。それは激しく同意する。なんかさ、我慢して痩せても、うん、結局反動で、うん、またポヨンってなっちゃうわけじゃん。あれだね、俗に言うリバウンド。そう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 。だから我慢せず、そう、筋トレとかで痩せる方が健康的だし、うん、ちゃんとさ、なんかこう引き締まるから、私はそっちの方が全然いいと思うし、その結果ムキムキになったんだったら全然いいと思う。すごい、まあ、ただ食べるだけじゃ太っちゃうからね。うんうん、運動もしてね。うんうん。え、サラちゃんはそう、どうですか最近、あの、美味しいもの食べて、あの、プニッとしたりとか、そういう経験はあるんですか？あー、でも、あの、正月太り的なやつでしょ、うん、そうそう。でもやっぱり、なんかね、動かない時は、ちょっと、うん、あってなることは、なくはないけど、でも、私ね、うんうんうん、これは日課なんだけど、毎日体重計に乗るようにしてて、うん、えらい。で、例えば、うん、1キロ太っちゃったみたいな。なったら、うん、1キロは結構いってるから、次の日を抑えようみたいな感じで、うん、同じぐらいの体重キープしてるから、体重自体はそんな変わってない。ほー！え、それってめちゃくちゃ優秀すぎるのでは？え、すごい！プロ意識が、これがプロアイドル。あは、あーじゃないよ。いや、やべ、アキロちゃんも体重計乗らなきゃ。やべやべやべ。いや、だって、うん、いや、なんかやっぱ気になっちゃうよね、そういうのって。そう、そう、そうですね。うん、そう、気にする人は気にすると思う、うん、気にしない人は気にしないから大丈夫だよ。優しい。うん、うん。あ、でも1キロってさ、でも朝と夜で結構1キロぐらい違ったりしない？あ、まあそうなんだけど、私は、うん、あの、寝る前に乗るって決めてるから、一日。あー！で、その日に、あ、なんかプラス、2まで行くともうやばいなって思うの。うん、で、次の日に、ちょっと1キロ減ってるとかってなってると、うん、あ、これキープしようと思うし、で、うんうんうん、変わってなければ、その次の日もっと運動しようとか、お話しして、うん、ちょうどいい体型をキープしてもらう。本当はもうちょっと細くなりたいけど、まあ、キープ、いいよ、キープしてます、いいよ。それ以上細くならなくて、そらちゃんは今がいい。でもそっか、そらちゃん、え、寝る前に体重計乗るの？そうだね、朝じゃなくて夜かな。なんか夜が一番丸いっていうか、あの、食べた後とかじゃ、夕飯とか、だから一番重い時間だと思ってるから、うんうんうん、そこに測る。うん、なるほどね。朝軽くなってると思うんだよね、汗かいたりとかしてると思うから。うん、確かに、ちょっとでもなんか軽くなんか見せようっていうかさ、そういう気持ちで朝一乗ることも多かったんだけど、それは確かにはただのごまかしでしかないから。いや、これからじゃあ今日でもな、そらちゃんと同じように寝る前にちょっと乗ってみようかな。うん、でも無理はしなくていいと思うし、うん、よく、あきらせちゃんだってそんなに。いや、でもやっぱ年頃だからさ、やっぱ気になっちゃう。まあね、気にはなるよね。うんうん、あとね、やっぱ食べ物好きだから、食べることが。そうだね、私も大好き。ね、美味しいもの、やっぱ美味しく食べるには、やっぱ運動して体重、ね、健康管理してこそ、美味しいもの食べれるからね。そう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 。うん、